はい、どうも、こんにちは、もち TV です。今回もウィニングルームアプリ2018やっていきましょう。ということで、今回はですね、ベイちゃん、レアルのベイちゃんなんですけど、ベイちゃん結構センターフォワードでね、起用してきたんですけど、今回もですね、ちょっといろいろベイルのセンターフォワードの動画撮っていこうかなということで、はい。まず最初にですね、レアルスカットですね。こちら、ロペテギのレアルスカットでセンターフォワードということで。まあ、前回もこれやったんですけど、まあ、一応、ベイルね、レアルで、まあセンターフォワードやらしてみたらどうなのかということで、普段だったらまあベンゼマとかやってるんですけど、まあ、火力がね、ウィール的にはちょっと物足りないっていうところもあるんで、うん、まあベイルを、まあワントップっていうか、その晴らして、センターフォワードにしてみたいなどうなるかと。まあ、結構ね、実験的な部分で、ベイルは、センターフォワードの適性ないんですけど、ただ一応総合値88なんで、まあ、やれなくはないみたいな。あと、だからその、19になるとポジション適性、そう。で、シーフいけんのかな？いや、いけるいけるよ。つけることも、まあ、できると、うん、頑張れば。いけるんでね、多分俺が思うに結構可能性、とか、まあ、2019の PSO だと CL で使ってるんだけど、ベイル。うん。使ってるんで無理やり無理やりというか、まあ普通にベイルよく使ってたっすね。さあ、ここベンでもベイル動きなんですよ。ここおい、この流れるようなムーブドーン、まあ、あとこう決めるからね。そう、決定力も高いんで、普通にシュート、1対1とかも結構決めてくれます。あとキック力あるんですよ、めっちゃ。なんで結構ね、シュートで押して、キーパーの手とか弾いて入っちゃったりとかすることもできるといった感じで、めっちゃ足速いから、普通に脅威ですよ。さあ、ベンゼマ。マジか、珍しいからね。ベイル。おい。スピードでラモスぶち抜いてく。おい。まあ、怪我の体勢ちょっとねえからな。ここでやられていく。うずくまる。ああ。まあ、ガッツシでしたね、あれ。うん。さあ、ここフリーキックなんですけどね。フリーキックはネイマール。そう、ネイマールがこう蹴ってくよ、という感じで。おお、おクルトワのね、恐怖映像。クルトワがねじ切れるやん。これグルン、いや、お一回オフクルトワがなんか漁師がクルトワ捕まっちゃったみたいな。なんかさ、結構ツイッターとかでさ、ああいうバグじゃないけど面白い映像みたいなあげてるけど、これも結構面白いよね。恐怖だね、あれめっちゃおもろかったから。ちょっとね、クルトワが釣れちゃったよみたいな。そう、グルン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 みたいな、巻き込まれちゃったのよね、あれめっちゃおもろかったね。わーい、ネイマールダブルタッチ。ちょっとエゴが過ぎたな。ベンゼマ出してよかったな、今のは。あれ、でもベイルどうした？ベイル帰ってきてるよ。帰ってきてる？いる。オッケーオッケーオッケー。怪我体勢やばいから。そうだよね。すぐ怪我したら、葬られていくんでね。そこだけ気をつけて。ベンゼマ、ベイル。落として、カゼミーロ。ベイル。頑張れ。サイド展開。マルセロ、おー、中空いてる。ベンゼマ。なんかね、ベンゼマ右ってのもいいのかもしれないね。いい感じ入ってくる。うん。ラインブレーカーなんですよ、ベンゼマは。うん、で、右サイドハーフからこう斜めに入ってくる。うん、もしかしたらベンゼマありなのかな。でもまあラインブレーカー発動してないけどね。そう、なんつうんだろうね、ウイングだと発動しないもん、ね、ウイング的動きみたいなのがあるよね。なんか危ない。さあ、しっかりね対応していくといったところ。さあ、相手の方もネイマール、うわー、あーマラドーナ抜けてきたとか。マラドーナ結構使ってる人多いよね、最近。あ、なるほど。ちょこちょこ見るんだけどさ、まあ、マラドーナ、まあ、能力値はぶっ壊れだからね、一番。いや、てか普通に多分強い。まあ、ただ、だからそのコスト面がやっぱあるんで、どの監督でも使える選手ってわけではない。ベイル、ベイル、おーっと、ここでね、まあ、これ圧をかけていくわけないです。早いからね。証拠を無理してもね、そう、ベイルに出していくと。そう、もう無理をしてもいっちゃうよと。さあ、バラン、しっかりね、埋めて、クロス。さあ、流れて、ベンゼマ、中持ってるぞ、ベイル。ベイル、シュート決めていく。右でも決めるじゃん。ごっつんこしてね。うん、普通にごっつんこして結構前にこぼれたりとか、あと裏への臭い動き、めっちゃフォワードっぽいなと思う。この試合が終わる直前でこのあれをするのなんなんだろう。確かに。これあれ、もしかしたらその成績に傷がつかない的なやつ。いや、どうなんですかね。ということで、ちょっと2戦目はですね、うん、今ロペ的に使ったんですけど、このポゼッションの監督、なるほど、要はカウンターポゼッションってあるんで、戦術が。なんで、ちょっと今回はポゼッションの監督で、監督がですね、ラゴジャベスという監督なんですけど、うん、さっきスワントップだったんですけど、一応これは4-3-1、4-3-2-1みたいな感じで、まあ4-5-1なのかな、うん、一応。みたいな感じで、ワントップみたいな感じで。ウェールズの一応、国旗したの。そう。なんでイングリッシュって。イングリッシュっていうことじゃないですか。さあ、
さあベイルワントップといった感じで、これは普通にアザールとネイマールと、うん、ちょっとだからもう、はい、縛りはあんましてない、終わりですね、さっきの試合で終わりなんですけど、さあここベイル、うん、ベイル食べる、ベイル食べられるのもでかいな、惜しい、ちょっとパスの、あのスルーパスちょっとでかかったけど、パスの数字も高いんでめっちゃ、うん、めっちゃ80後半あるからね、普通にパスでもいいんですけどね、今の惜しかったっすね。さあグスタボ、アザール、ベイル、お頑張った、ベイル中にネイマル、ネイマルの中に、おお、なんだ、もう一回ベイル振り抜け、いや素晴らしい、あそこ光線銃みたいにして通してくるのやばいな、振り抜けって言っちゃうよね、うん、もう振り抜いて入るからさ、やっぱり絶対強く打つべき選手だよ、もう打てばいい、もうだからまあ右に置いてね、やっぱ中に入っててザーンもいいんですけど、 CF としてこう、うん、もうスピード、まあ、やっぱこっちの方より触る機会が多いですね、体はねそんな強くないですね、やっぱり、うん、なんつうの、ゴリゴリはできないんで、あくまでもやっぱスピードでグリグリ押していくといった形かなと。なるほど。さあネイマール、ベイル落とす、うん、さあここベイル、おお、肩みたいなトラップ、ああ、すごいな運動神経がもうぶっ壊れてんじゃん、そう、あれ、まあ、普通に胸トラップしてくれればゴールまで結びつけたんですけどね、体が心に追いつかないみたいな頭になんか当たっちゃってね、あ、奪ったよベイル、ズドン、すごいな、とりあえず打ち切れるみたいなところが怖いね、可能性感じるよね、すごいシュートもいいからね、うん、キック力があるっていうのいいよね、まあそうだね、遠くからあそこからバンバン蹴れるのが、うん、まあ、何より強いし、いいよね、次のフェイントに引っかかってくれるからね、そうそうそう、さあグスタボサイドに散らしますね、ここ1回これね見てほしいんですけど、うん、これやっぱ裏抜けないんですよ、カウンターじゃないんで、なるほど、ここはあえて出したんですけど、今やっぱカウンターだと多分裏に抜ける動きさっきしてたんだよね、うん、今回やっぱないですね、ちょっと止まっちゃってるね、足元で動くみたいな、まあ、それをおとりにしてワンツーでね、そうこう入れたりすることもできるからね、おお、さあここさあもう一回もらう、いやー、倒れてたとか、優しいシュート、不死鳥のごとく立ち上がり優しいシュート、もう一回だから要は立ち上がってもう死んでたと思ったら生き返ったみたいな、そう、はい、これももう前半のあれですけどね、これは普通にこの方はギブアップかな、なるほど、ということでね、さあラスト見ていきましょう、はい、ラストはですね、ジャパネットエコだっけ、うん、っていう監督で、今度はカウンターの監督にしましたね、まあ、同じ感じ 4-5-1 また同じ感じ、ロマーニオとかも多いな、いや多いよ、今の中にみんな本当に対戦相手の方はレジェンド、本当にあのスカットに一人、明日来るかな、いや暗い来るんじゃねえの、分かんないけど、なんかさ、モバクラだっけ、なんかウィクラだっけ、なんかちょっとクライフのやつ見たんだよな俺、え、そうなの、そう、なんかあれどうなんだろうと思って、もしかしたら、マジでウィレにもみたいな、本当にクライフもう一回だけボックスで怖い、見たいよね、もう一回だけっていうか初めてじゃない、クライフボックスで来たら、いや初めて、ビエラボックスで来たんだからさ、そうなんだよ、別によくね、そう、別にいいと思うよね、俺そこ沈んなくても、うん、ベイル落とす、サイド散らかす、さあ散らかす、さあサイド散らかす、ネイマール決めてく、あのネイマールとアザールって相性いいかもしれない、なるほど、すごい、その要はネイマールがあのワンタッチパス持ってないんですけど、ドリブルめちゃめちゃできて、うん、アザール合わせることできるんで、ワンタッチパスで、だから結構いいよね、なんかベイルをてっぺんに持ってってやると、まあベイル自身もまあそんなになんていうのかな、おい、ボールが持てないってわけでもないからね、まあまあまあ、そうそうそう、アプリとかだったらかなりボール持てるから、うん、とかスピードの話したこれ、ほら裏に抜けたでしょ、うん、今この動きなんだよね、カウンタータップ補正したらちょっと、あ、これ惜しいっすね、めっちゃなんでパス弱くなったんだと思うんですけど、あの動きができるのが多分カウンターのベイルだと思う、うん、やっぱスペース作って走ってくる流れの動きができるんでね、まあどっちがいいっていうとまだちょっとそこは分かんないですけど、うん、どっちも結構いいっすよね、普通にこういう風に足元をつけてねゲームを作っていくと、さあここ惜しいですね、うん、頭も強いんだっけなベイル、確かヘディングはどうだったっけな、ヘディング数値も意外と高かったような気がするんだよね、だとりあえずね決定力まで、オフェンスですから決定力までバカ高いんだよ能力値が、うん、まあプレースキックとかも普通に蹴れるからね、カーブとかもだからキッカーとしても普通にキック力めっちゃあるから、うん、あの蹴れますし、だから今回というかウィニングイレブンアプリ最近フリーキックめちゃくちゃむずいから、なるほどね、やっぱりね、あ、来た、なんか俺かしてネイマル弱々しいヒール、
ちょっとなんかもうちょいバシッと言ってほしかったですけどね。バシッと言ってればよかったな。さあここねしっかりマナダルスを抑えていくと、この監督もだから普通に451で、まあコストは575とか、うん、660か、ジャパネテイクは660あるんで、やっぱ入る、普通にコスト。まあこれから多分監督のアイテムとかもまあこう出てくるって言ってるから、うん、そのコスト上げる、それどういう感じで出てくるのか知りたいね。 PSO は結構おーい、ズドン、これは真骨頂きたね、ウェイルのぐっさくね、めっちゃ、うん、なんですり抜けんのあれ。まあでもなんだろう、そんなに体的には強くないんだけど、やっぱ速いんだろうね。速い、うん、一瞬に速い、速いのかな、うん。まあ、あそこのところを通してかなり強い。いや、なんかその結構フライパスとかもさ、うん、あれコンパニーだと思うんですけど、かぶってるんだよね、相手のコンパニーが。で後ろから湧いてきて決めちゃったみたいなゴールでしたね。なるほどね。そう、グリーンはこれメッシ、相手の方も決めてきますね、ここはしっかり、うん。まあ、その前のプレーがね、すごいいい感じであのパス出してたんで、やっぱああいう流れを作られると結構入っちゃったりとか、うん、するかなといった感じですね。さあ、モドリッチ、ネイマール、裏空いてる、裏走らせますね、ここ、うん、走らせて、一回ヒール、いやもう一度、もう一回もらって、中を確認して、パス、はい、うん、浮かした方が良かったかな、うん、ゴールより、まあ結構通るか通らないか五分だけどね。さあ落とす、もう一回同じ形、はい、来た、ほいほい、ループな、うん、ここら辺まあちょっと決定力は別にそこまで要はバカ高いわけじゃない、やっぱ本職の方がズバ抜けで高いからね。そうそうそう、うん、まあでも結構ね3試合多分あのやってきたんですけど、意外といいんじゃないかなって。多分もうちょっとね褒めと選手厳選するとかなりいい感じのベイルの CF のまあ形になってくると思うんで、まあ、もうちょっと煮詰める必要あるね。そう、あとちょっとだと思うんですけど、うん、なんか大体でもネイマールとかアザールとかやっぱ相性いいなとか思ってきたりとか、19でもね結構これもしかしたら面白いかなと思うんで、ポジショントレーナーとかでいやつけたい、役割ちゃんとつければ、うん、あのかなり面白いんじゃないかなっていうのがあるんで ね、 いいよね。裏の抜け出しとかこういうのもね面白いから、ね、ちょっとやってみたいなと思うんですね、はい、ではましょう、さらっぽー。